日本近畿地方大阪府大阪市中央区、西新斎橋西新斎橋は大阪府大阪市中央区にある町名。現行行政地名は西新斎橋1丁目及び西新斎橋2丁目、大阪市中央区の南西部に位置する。東は御堂筋を挟んで新斎橋筋、南は道頓堀川を挟んで道頓堀、西は 阪神高速一号環状線を挟んで、西区南堀港、北堀江、北は長堀通りを挟んで、南千葉にそれぞれ接する。大胸佐野や発出人生、大宝実水とテラス時間は、アメリカ村と称され、関西屈指の若者文化の発信地として知られる。西境の阪神高速一号環状線にはかつて、西横堀川が流れていたが、1962年に、 埋め立てられた。ホテル日光大阪1989年に実施された町名。旧町名は北谷山町南住谷町のそれぞれ全域、うなぎ谷西の町、大宝寺町西の帝、西清水町、総町、八幡町、水戸寺町、寺町旧在門町のそれぞれ御堂筋異性。2019年3月31日現在の世帯数と人口は、 以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大阪府大阪市中央区の町邸朝一覧。人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。 大阪市。2019年10月4日閲覧。AB。日清斎橋の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサス。マイナス活動調査。事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号簿2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。 ありがとうございます。